長淀川市長の件で、また今上に多分事情を説明しに行くと本人が言ってるようですが、何か報告の受けられますか。謝罪文を今確認をしました。ちょっとどういう謝罪文になっているのか我々今同意進行なんでわからないんですけど、その内容で市長としては十分誤っているというふうに、まあ、事実を説明したというところですから、これで議会の皆さんがご理解得られるかどうかはまた本人の説明したいと思いますけどね。議会の方今後また財政の協議会を開いて問題視していく、それはもうしっかりと議会から指摘をいただいたらいいと思いますけど、今朝の段階でまだ事実確認進めてますということでしたけど、今後何かこれやはり問題だなというような、いや、これも時系列、もうちょっと事実をきちんと確認をしまして、人事室の方で、その条例に抵触するかどうかというところはしっかりと検討していきます。団体さんの方からはやはり政治活動の制限、公務員の政治活動の制限に違反するんじゃないかという声が出てましたが、これはどう考えでしょうか。政治的な目的を有していたかどうかというところですからね。それは条例の中にも政治的な目的というところはきちんと定義に入ってますから、そこに該当するかどうかきちんと検討します。政治活動というのはこれも幅広い用語ですからね、政治活動一般を規制するというわけにはこれいきませんから、きちんと条例の中にも政治目的という意味合いを定義付けてますから、そこに当てはまるかどうかはきちんと本当に検討していきたいと思います。本人がどうおっしゃるかあれですけれども、ただ維新、朝もおっしゃったように、その維新を含めず、公明自民の批判をしているということは、政治目的があったときに取られかねないと思うんですが、ある団体の賛成、反対を目的としてっていう、団体のその方針について、賛成、反対の目的としてっていうことに当たるかどうかでしょうね、そこはきちんと検討しなければいけないと思います。結果的ですけれども、維新というか市長の行動活動を、改革を進めようという思いで、榊さんもやっている部分はあるかと思うんですけど、それが結果的にこの広報人材というのが市長にとってマイナスになっているということがあると思うんですが、それはいかがですか。いや、こうやって問題あるところだけ取り上げますから、非常に榊区長、この間も LGBT でしたっけね、宣言出したりとかね、いいことたくさんありますよ。今までのそのやっぱり職員の区長ではね、壁にぶつかってできなかったこと、それから幼稚園の民営化についてだって、榊区長はもう一生懸命これ民営化を訴えかけてるわけです。今までだと住民の皆さんから、特に地域の団体の皆さんから反対の意見が来ればね、区長はそれ以上できませんでしたよ。でも榊区長は一生懸命話をしている。それから学校選択制の導入にあたってはね、24区長の中で一番多いそのタウンミーティングをやってるわけですよ。だからもちろんね、こういう問題、失敗することはそれあるかも分かりませんが、いい部分はたくさんあります。だからクビだということにならないその範囲でね、それは失敗はいくつもあると思いますよ。今回だって幼稚園の民営化とか、その他のことでいろいろやりながらね、こういうある種不適切な行動やってしまったわけで、そこはそこでしっかりと誤りがあれば反省しなければいけませんが、榊区長、いい部分はたくさんありますよ。今日その教育委員会の在り方検討会の方でも、もともと榊区長が入ってやってたかと思うんですが、そういう問題のある区長が参加していた検討会の結果というのが、ちょっと信用性を疑う部分になったりしませんでしょうか。その問題のレベルだと思いますよ。すべてその何か問題を起こしたからといって、すべてその存在意義が否定されるということではないですから、例えばその教育のね、教育委員会制度の在り方を検討するに値しない非行為だったらね、それはダメです。でもじゃあ今回の問題が教育委員会の在り方を検討するそのメンバーとして適切なのか不適切なのかといえば、僕はまたその問題とは別だと思いますよ。教育委員会のやっぱり在り方については、今までの職員では思いもつかなかったようなその問題点の指摘だったりね、やっぱりこれが行政の世界とは違う世界から見た感覚なんだなっていう、非常にやっぱり貴重な意見たくさん出てますよね。ただ今のご指摘あった通り、
まあ、本来であれば不適切なそういうこの問題がない方がね、いいに越したことないです。それは何も問題なければ、ね、こういうふうに取り上げられることもなく、教育のあり方検討会で、検討したその報告書の信用性ということも何も傷がつかないで、進むんでしょうけども、でもじゃあ何も問題を起こさない、そういう態度振る舞いっていうのがね、事なかれ主義っていうことで言われてたんじゃないんですか。だからこれはもうどのみち何をやっても批判を受けてね、何も挑戦しなければ事なかれ主義だと、いろんなところから文句が出ること、それをとにかく避けよう避けようとすることは事なかれ主義だというふうに批判をされる。そしてこうやって事なかれ主義をやめてね、挑戦しようと思えばそれは失敗が出てくる。そして失敗が出てきた時にそれはダメだというふうに批判される、まあ、どのみち批判されるんであればね、事なかれ主義よりも挑戦していく方を僕は選んでますからね、榊さんにはやっぱり反省するところは反省して、今まで通り、やっぱり今までの区長にないいい部分を最大限に、生かしてですね、頑張ってもらいたいというふうに思いますけどね。あり方検討会の方ではやはり区長の権限にも踏み込んでて、そういう中でその区長の問題が起きるとやはり影響が出るんじゃないかと思うんですが、それはだから区長の属人的な問題であってね、制度自体はじゃあどうなのかってことですよ。区長でこういう問題点がいくつか出てきたからといって、じゃあ今のままの教育委員会制度でいいのか、むしろ今の教育現場の方で問題点は出てきていないけれども事なかれ主義で終わってるんじゃないのかとかね、そういうことから制度論は議論しなきゃいけないので、一その区長の問題点を持って、ね、じゃあ区長が教育行政に関与することは絶対にダメなんだということを言ってしまったらですね、さあ政治家なんていうのはいくらでも不祥事を起こす政治家、これはもう今までの社会のニュースでいくらでもあるわけで、じゃあ政治家っていうものには任せてられないね、政治家が行政の上に立つことはダメだよね、そういう話じゃないと思いますね。だから個人の属人的な問題と制度の問題っていうものはやっぱり分けて考えなきゃいけないというふうに思ってます。その区長の京都校長の話、区長のあり方検討会の話ですけれども、区長が一定程度校長の人事に、まあ、関与するという方向性についても議論されていて、その方向性のようなんですが、そのことについて現行法との兼ね合いも一部指摘されてますけれども、市長のお考えを改めて伺いますか。選挙で選ばれたものがその人事権の行使までっていうのは、これは問題があるのかもわからないですね。だからちょっと僕のその教育委員会制度の抜本的な改革っていうところでもね、市長や知事が個別の人事までね、入っていくっていうところまでは僕は考えていませんでした。僕はね、だからよく誤解を受けますけれども、首長が教育行政権の権限と責任を持ったら首長が全部教育現場を支配するのかって散々批判を受けましたけども、大方針を決めるのが首長の役目であって、教育現場をマネジメントするのはやっぱりこれは教育の専門家、ある意味教育行政の舞台にやってもらわなきゃいけないのでね、個別の人事まで、政治家が教員の人事まで入っていくっていうのはどうなのかなっていうのはちょっとまだ僕自身整理ができていません。むしろ個別の人事権に政治家が関与するっていうのは良くないんじゃないのかなと思ってましたから、そうなると区長はね、これは首長の部下ですから、区長が校長人事に関与するということになると、これは首長がある意味校長人事に関与して直接関与していくことになるのでね。ただこれはね、ちょっと教育委員のいろんなメンバーと今意見交換をしてるんですけども、その関与というね、まあ、レベルだと思います。それはだから個別のその A さん B さんというものを引っ張ってきてこの学校にはこの校長とかいうことではなくて、まあ、意見を言うとか、ね、そういう話は僕はありだと思いますよ。個別の例えばこの校長を更迭してほしいとか、この、まあ、更迭というよりもある意味評価とかね、それは教育行政のその部隊が人事権を行使するにあたって、今例えばこれ政令市だから大阪市の場合には直接府費負担の教職員の人事権を大阪市が人事権を行使してますけれどもね、普通の一般の市町村であれば人事権の行使者、人事権者というのは不教員になるわけですよ、府費負担の教員は。
まあ、これはね制度が複雑でね、市町村協議からの内申に基づいてね、府協議が人事権を行使するとかいろいろあるわけです。でそれ意見聴取をしながら人事権を行使するっていうそういう建前に不費負担の教職員になってるわけですね。だからその意見を申し出るね、その当事者として、区長というものは僕は重要なプレイヤーだと思いますけどね。やっぱりそれは地域のある意味要のポジションでね、いろんなその地域コミュニティと接触がある区長というポジションが、まあ、校長人事に対して一定の関与をするっていうのは僕はそれはある意味住民の皆さんの声を、ね、教育行政に届けるということで重要なことだと思ってます。ただそこの人事権の関与というところが個別の人事権の行使というところまで行くと行き過ぎなのかなというところがあってですね、それは教育委員会制度の在り方についてこの間の朝日新聞の記事にありましたけど、僕が先行してね、首長がどんどん教育行政仕切っていってるというような記事の中に、まあ、その中でも僕のコメントとして首長と教育委員会と教育長の、ね、役割分担というものをやっぱり明確化しなければいけない、首長が何でもかんでも権限を握るというのはやっぱりそれは違うと思うという僕のコメントが載った通り、僕はやっぱりこれは最後関与というのはどこまでの関与の仕方かということだと思ってますからね。今のように教育行政というものが政治から完全分離している姿はやっぱりおかしいですよ。だからやっぱり校長の問題というものは地域の皆さんから教育行政の外部の人からやっぱり監修を受けるということが必要だと思うので、その当事者として区長は重要な存在だと思いますね。ただ僕もその関与の仕方というのはどこまでの関与の仕方なのかまだ聞いてませんのでね、人事権を行使するって話じゃないんじゃないですか。市長のイメージでは関与というのはどこまでだったらありだという。いや分かりません、まだそれはちょっと行政の意見に聞いて、それは議論させてもらいたいですけど、少なくとも意見は言ってもいいと思いますけどね。でその意見をどこまで尊重するかっていうのは制度の問題だと思いますけどね。いやそれは個別の区長がどの校長を持ってきてどうするかなんて、それは人事権はそれは実際行使できないですよ。それは人事情報を把握してないんですから。とか多分関与というのは意見を言うところまでなんじゃないですか。例えば学校選択制内、学校の芝生化内を進めたいと思っている区長としての大方針があるんだけども、この校長はそれを、進めない、そうするとそういう校長は望ましくないとかっていうところはどうだ。だけどそれ首長でもできないんですよ、うん、僕自身も僕の方針に従わないその校長とかね、はい、僕の方針に従わない教員を移動させるってことはこれはやっちゃいけないっていうことでなってるわけでしょ。で今回の教育委員会の抜本的な改革でもね、副長にその人事権まで全部渡せっていうことを僕は言ってませんから、その方針に従わないその教員や校長をね変えるっていうのはそれはその区長本人じゃなくて、それはワンクッション教育行政の舞台でもやっぱワンクッション入れなきゃいけないんじゃないですか。だからそこにはきちんと意見を申し入れをしてね、新聞かなんか見ましたけど、あ思い出しました、あれ大森教育委員からメール来たのかな、あれだから区長が意見を述べてそれと違う人事をやったんだったら市教委が説明責任を果たすってそういうレベルじゃないですかね。それは大いにいいんじゃないですか。それは大いにいいんじゃないですか。それはだって説明責任を教育行政の方が果たすわけ、人事について説明責任を果たすわけですから。今までは教育行政についての人事はブラックボックスだったんだね。なんでこの校長が来たのか、なぜこの校長なのかっていうことの説明責任が今までなかったと思いますから、区長が意見を申し出てね、まあ、それとは違う人事っていうものがあったんであればきちんと説明責任を果たすっていうのはそれは大いにいいんじゃないですかね。それは区長に、決定権というか強制力を渡すわけではないわけですから、説明責任を求める権限というものは区長に渡したらそれはいいんじゃないですか。だから関与って言いますけど、そのレベルをちゃんと確認しないとね、何でもかんでも区長がやれるって話じゃないわけですから。よろしいですかね。